どうも、木俣俊太です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今回はレペゼン地球の DJ 社長さんの一件からタレントの方に伝えたい大事なことというテーマでお送りしたいと思います。僕は以前芸能事務所でマネージャーをしていたことがあって、今回の動画でもその頃の経験から皆さんにお伝えしたいことをシェアさせていただけたらと思います。芸能界の様々な情報を動画にしておりますので、ぜひチャンネル登録もしていただけたら幸いです。はい、というわけで今回は、少し前にですね、YouTube を見てたらですね、 DJ 社長さんというね、皆さんご存知だとは思うんですけど、もう解散されてしまいましたが、レペゼン地球という人気グループのリーダーでもあった、そんな DJ 社長さんの動画が話題になってたみたいで、僕は正直その DJ 社長さんのファンというわけではないんですけど、その動画を見まして、いろいろ思うところがありまして、あの動画では株式の話がメインで出てて、僕のチャンネル見てくださってる方はそんなに馴染みがない話題でもあったかもしれないんですけど、あの動画を見てタレント志望の方にぜひお伝えしたいなって思ったことがあるので、動画を作ろうと思いました。あの動画でも DJ 社長さんがレペゼン地球という活動名はもう使えなくなってしまったっていうお話されてたんですけど、これはタレント志望の方も注意しなきゃいけないことでして、そもそもタレントが事務所に所属するときはですね、もちろん事務所によっても多少違うとは思うんですけど、どんな契約を交わすことになるのか、どんな権利を事務所に握らせることになるのかっていうことはちゃんと把握してから所属しないとかなり危ないと思います。もっと言うと、事務所を辞めた時に自分に何が残るのかっていうことはちゃんと考えた方がいいと思います。活動名の話で言うと、例えばなんですけど、女優のノンさんいらっしゃるじゃないですか。ノンさんは本名はノーネレナというお名前で、前所属されてた事務所で本名で活動されてたのは、皆さん知るところだと思うんですけど、今本名で活動することができないんですよね。なぜなら事務所を退所されたからです。要はもともと本名でもあるノーネレナさんというお名前で活動されてたんですけど、事務所を辞めてしまったこともあり、その名前を名乗って営業活動してはならないっていうことになってしまったんですよね。本名で活動できなくなるってかわいそすぎません？事務所さんにもよりますが、なので芸名や活動名について退所後どんな縛りが出てきちゃうのかっていうことは、事務所入る前に契約書をよく読んで、それでもわからないことがあれば事務所の方にちゃんと聞いた方がいいと思います。時々芸名が変わるタレントさんいらっしゃるじゃないですか。もちろん全部が全部そういう理由じゃないですけど、その前後でその方に何があったか調べると、事務所移籍してるタイミングであることがかなり多いです。他に契約書をよく確認しておいた方がいい項目で言うと、契約期間ですかね。僕もよく相談を受けるんですけど、事務所に入った後に、なんか違うな、退所したいなって思ってもですね、契約によってはその一定期間は退所できなかったりっていう、残念すぎる事態に陥ってしまうんですよね。さらに所属費、レッスン費などマストでかかるお金があるとしたら、事務所を辞めたいという気持ちなのに、お金だけは期間終了まで払い続けなくちゃいけないっていう、しんどすぎる状況になってしまう人もいるようです。それもあまりにかわいそすぎるので、入ってみないとその事務所の本当のことはわからないとはいえ、入る前にね、契約書をよく読んで契約期間がどうなってるのかとか、もし退所したい場合はいつまでに言えばできるのかとか、ちゃんと確認してから所属することを強く強くお勧めします。それと契約周りのことで僕が最近伝えたいこととしては、 SNS 周りのことなんですけど、この動画を見てくださってるタレントさん、それも事務所に所属されてるタレントさんで、 YouTube や動画配信系のサービスされている方いらっしゃると思うんですけど、その収益って自分じゃなくて事務所になってませんかね。残念ながら事務所になっちゃってる方がほとんどだと思うんですけど、これもよく考えるとまずくないですかね。もちろん撮影とか編集とか手伝ってあげてるから当然でしょっていうのが事務所側の言い分だとは思うんですけど、今ってね、別にこう撮影にしても編集にしても、ものすごい凝ったものを作る場合は別として、家で自撮りで撮る分には一人で全然できますし、もしちょっとロケ的な撮影したいっていう場合でも、なんか知り合いの動画クリエイターさんに、ごめん、ちょっとご飯おごるからさ、撮影手伝ってとか言って、個人でお願いするっていうことをいくらでもできるじゃないですか。そうやってほぼ自分での稼働で運営できるのに、動画の広告費は全部事務所に入るって、よく考えたら変な話ですよね。しかも事務所退所することになったら、このアカウントは事務所で開設したものだからうちのものねっていう話になっちゃったら、タレントさんかわいそすぎるじゃないですか。だからそういう動画配信系サービスの収益配分がどうなってて、退所後にその所有権がどうなるかっていうのは、まだ把握してないタレントさんは今すぐ事務所に確認してください。
あと、もし収益配分してくれてはいるけど金額的に事務所にピンハネされてる疑いがある場合は明細を見せてもらってください。 YouTube だったらアナリティクスっていう画面で月の収益出るので、自分のチャンネルの分析したいのでその画面スクショで見せてもらえませんかって言ってみてください。もしこの聞き方で渋られたらピンハネされてる可能性大です。事務所所属で事務所名義でやった方が企業案件は多少取りやすいってことはあるとは思いますが、そういったメリットよりデメリットの方が目立つっていうケースが多い気がします。この動画を芸能事務所の方がもし見ていたらいい気がしないかもしれないんですけど、まあ、もうタレントの労働力使って搾取するようなことをやめません？もちろんいい条件のもとやられてる事務所さんもたくさんあるとは思うんですけど、まあ、タレントに優しくない条件でやられてる事務所も、まあ、残念ながらあると思うんでね。でも芸能事務所もそもそもタレントさんがいなかったら機能しないわけですから、ぜひタレントさん第一のクリーンな関係を築いていってもらえたらと思います。タレントの皆さんはですね、もし事務所から動画配信系サービスや YouTube を始めることを強く勧められたらですね、まあ、このあたりの権限とか収益配分のことをよく確認してくださいね。あと、これはフリーのタレントさんにも言えることですが、 SNS とかの DM で動画配信系のサービス関連の怪しい勧誘受けたりしたことないですかね。そういうのも同じことなので気をつけてください。そういったことの対処法としては Twitter にしても Instagram にしても、そういう SNS で事務所のアカウントじゃない完全に自分個人のアカウントを作って、そこにちゃんとファンをつけていくっていうことをしてみてください。そしてもし万が一芸名を変えなくちゃいけないということになったりとか、 YouTube のチャンネル新しく立て直すことになった時に、その SNS のアカウントで告知するようにすれば、そこのファンは来てくれるじゃないですか。なので、まあ、事務所からは煙たがられるかもしれないですけど、まあ、権限が自分にあるっていう SNS アカウントをなるべく早く作っておいてください。そうすれば事務所退所した時にいろんなものを失うっていう事態は避けられるんじゃないかなと思います。もし YouTube を新しく自分名義で作りたいんだけど、どうしたらいいかわからないという方はご相談いただけたらと思います。これは DJ 社長さんの動画見てても感じたことなんですけど、最後の最後にね、皆さんの力になってくれるのは、まあ、残念ながら所属してる事務所ではなくて皆さんのファンです。だからですね、まあ、その人数は関係なく皆さんのことを応援してくれてる人のことは大切にしてあげてください。感謝の気持ちを日頃から言葉にしてみてください。そういう方々は皆さんが困った時にきっと力になってくれるはずです。というわけで今回はこの辺にしようと思います。もし今回のようなことで悩んでるお知り合いの方いたらですね、まあ、よかったらこの動画シェアしてもらえたら嬉しいです。この動画を見てくださっている方がタレントとして安心して活動していってもらえることを祈ってます。これからも皆さんに役立つような芸能の情報を発信していけたらと思いますので、もしこういった情報に興味があるよという方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックもよろしくお願いします。またこのチャンネルのメンバーになってくださった方には月に 2,3 本の映画の脚本配布や、毎月違う映画監督を講師にお招きして行っているメンバーの方限定の演技ワークショップの実施、映像資料の作成のお手伝いなど様々なサポートをさせていただいているので、そちらもご興味あればぜひ概要欄のトップにある URL からお入りください。動画を最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。